うっす、みなさん、ザ・グッズ・ナイトです。今日は、ちょっと面白いのレビュー、シャーコンセプツの会社の、サイドキックは最初にやったので、オリジナルデザイン、これは M81 のバージョン。これで、サファリラン・ホルスター使うの、システムは、ちょっとパーディングがあると、超助かるのやつ、足が痛くならないとか、でもこの3点のポイントが入ってるからベルト乗って足がこうで動く、これが動けないですけど、この新しいのバージョン2ちょっと下がるから、はい、このバージョン2のやつはちょっとアップグレードから一つだけが使えてるから足が動く、ホルスターはそのままで超助かるものですよね。じゃあそのままで話しようね。じゃあとりあえず必要ないものを取って、これもこれも、いや、じゃあどのものとか何が変わったのやってみようね。こちらの方でバージョン2シャーンコンセプツ、これので、このレーザーカットがアップグレードと、よく下がったこのポイント一つだけ、これは普通になって、一つだけのネジ使って、そのままで動きやすい。走るとか何とかすればこれが動いて、と、このちょっと大変のプレッシャーポイントは、めっちゃ強いパッディングが入ってるから、超快適になりました。その動くは走るやすいとかめっちゃ助けるものです。バンドがあまり変わってないし、これはまたメタルのトライグライドとか、このアップグレードからもっと入れ物がやりやすい。例えばショットタイマーとか、そしてこれをかけてこれをやってと、これを一回下がって、はい、それじゃあホルスターにこれ動きやすいじゃん、動きやすいや、めっちゃ快適と助かる。これを入れてとレンジに行くとか、そのショットタイマーでもう一番前の方がいいと思います。よし、そのままで準備 OK、 動きやすい、つまりじゃな。じゃあそのままで使ってで、とショットタイマー見やすいところ準備して、ピュー、パパーオだね。スタッスタッ OK。 じゃあそのレビューは大体そのままで、そのアップグレードは最初には真ん中の穴はこっちだったけど、今はよくアップのところベルトの、そうそう、このベルトの上の一点だけ、それでパーディングがもうちょっとふわふわになって、もっと使いやすいになりました。それで M81 はまだないけど、カヨティブラウンの茶色が買ったので、このパターンが一番好きけど、また作るがわからない。でもこれでも、これのやつがもう、もし買ったら悪くないけど、もうちょっとアップグレードと動きやすいと、もうちょっとレーザーカットが綺麗だって、これさ、このシッターの方が切ってなかったから、めっちゃちょっとウォーンと上にもウォーン、その日本語の言葉がウォーンがわからないから、それまでウォーンがいたらわかりやすいでしょ。そのフラットじゃなくて、シューのちょっとプール引っ張ってるの問題。でもそれが簡単にこちらの方で綺麗に治りました。それで使えるものが邪魔しないところが一番いいと思います。大体そのままですね。だって、ハンドガン使うの人がめっちゃいっぱいと、このベルトがないと時々ワーンがするの。引っ張ってでも取らない。このベルトがあると綺麗に何回でも綺麗に取れるさ。それと、この、
True North Concept のホルスターは、その、硬いのメタルから、その、プラスチックよりあまり動かない。プラスチックでも、ちょっと、いつも、足の方で、よくプレッシャーで、ボーンと、こっちが、足のこっちがよく痛くなると、ああ、もう、ハンドガン使いたくない、そのままで、ライフルだけでいいんじゃない、でも、ハンドガンが大切ならこれがめっちゃ助かると便利なやつですね。と、前の版よりこれがもっとふわふわと使いやすいと、なんとか、パーディングのところがよく考えたから、このアップグレードがめっちゃいいと思います。じゃあ、レビューは大体そのままで、もし質問とか何かあったら、そのまま切ってもいいですね。もう一回、この、うわこの感じじゃ、SEA これにもベルトは普通とベルトこ簡単に、左利きの人でもスイッチすると左の方やりやすいですね。それ僕が必要ないけどいや大体そのことですね。何か質問とか何かあればいつもコメントに動画を見るのありがとうございます。今日のビデオは終わりのでまた次のビデオ簡単に作りと思います。いつが作るけど、日本語と英語が、両方がちょっと、めっちゃ面白いことになれば、その時に、二つのビデオが作って、これはよくアメリカがもうよくわかるのも、ことから、日本はどんなぐらい人気がまだわからないし、それもし興味入ってる人、これがめっちゃ助けるの、なんとか道具みたいなやつですね。じゃあ、そのまでビデオ終わり、今度のビデオもよろしくお願いします。はい。僕が見てありがとうございます。本当にめっちゃ助かる。ありがとうございます。皆さんお疲れ様です。